ハッピークリスマスは1971年に発売されたジョン・レノンオノ・小野陽子コの楽曲。B 面は陽子コがボーカルを担当したリス・ン・ザ・スノー・ィズ・フォーリング・レノン・ウォール。1971年10月下旬頃、レノンはニューヨークのセントレジスホテルで本曲のデモをレコーディングする。当初はアコースティックギターのみでレコーディングされた。 その後もデモのレコーディングは行われ、同年10月28日の夜に、ニューヨークのレコードプラントスタジオにて、正式なレコーディングを開始。プロデューサーには、アルバム、イマジンに続いて、フィル・スペクターが起用されている。それぞれの楽器のレコーディングを終えた後、レノンとヨーコがボーカルを入れる形となった。10月31日の午後には、4歳から12歳までの子供たちで結成された。 合唱団のハーレムコミュニティクワイヤーによるバッキングボーカルをレコーディングした。また、レノンがスペクターに本曲のデモを聴かせた際に冒頭のリズムが I love, how you love me と告示している。と指摘されたという。また、レノンはロニー・スペクターのトライサム・バイサムで聴かれるようなマンドリン風のリーフを取り入れるように指示したとのこと。1971年12月1日に アメリカ等でシングルとして発売された。当初は大きなヒットにはならず、レノンはリリースの時期を誤ったと後悔していたという。翌年にはイギリスでも発売され、全英4位とヒットを果たした。また、レノンの死後には全英2位にランクインする結果となった。アメリカでは当時、キャッシュボックスで最高36位、レコードワールドで最高28位を記録した。 ビルボード氏の規定では、クリスマスソングは一般チャートにランクインさせないこととなっていたため、1971年、当時はホット100にはランクインしなかったが、ビルボードのクリスマスチャートで最高3位を記録した。1995年12月30日付のビルボードのアダルトコンテンポラリーチャートでは一周のみランクインし、32位を記録。 2018年12月29日付のビルボードホット100では45位に初登場し発売から47年経って初のビルボードホット100へのランクインとなった。翌2019年1月5日付のチャートでは42位に上昇した。ちなみに1971年のリリースが行われた国はアメリカと日本のみである。 当時ジョンでの名義の判決も管理していたノーザン・ソングスが本作をジョンヨーコーのレノン名義の共作名義で発表したことに難癖をつけていたことからこのような事態となった。曲はヨーコのハッピークリスマス・京子とレノンのハッピークリスマス・ジュリアンというセリフから始まるが一部のアルバムではハッピークリスマス・ヨーコ、ハッピークリスマス・ジョンというご表記のまま記載されている。 コーラス部分のボーイズオーバーが代わりにヘアラマと記載されている歌詞カードのアルバムもある。日本でも有名なクリスマスソングの一つであり、下記のように多くのアーティストにカバーされているほか、クリスマスの時期に入るとテレビやラジオ、スーパーやデパート等の BGM 等で使用される頻度も高い。また、レノンの公式 YouTube アカウントで本曲のメガボルトを視聴できるが、 2021年9月現在、規制対象とされている。ありがとうございます。